標を発見しました。岩戸台の駅前広場です。これで10体目か。12体まであと少しだね。1体ずつ慎重に行くとしよう。って1体ずつとは限らないですよ。またいっぺんに2体だったりして。すごいゆかりちゃん、反応2つあります。え、マジ？当たんなくていい。そんなの。シンジはどうした？新垣先輩なら後から合流するってさっき連絡が。理由は聞いてませんけど。後から？相変わらず勝手なやつだな。いいんじゃねえの？後から来るって言ってんなら。まあね、この前の順平も集合に来なかったからね。あれは仕方ないだろ。もう心配ねえって言ってんの。あれ、天田くんも来てないし。ほら順平呼んできて。この前の罰ね。これ罰？うわ、マジうぜえ。まあガキは寝てる時間だしな。今回は敵2体だ。とにかく現場に急ごう。前線の顔ぶれは現地で状況を見てから決めることにする。じゃあ行くぞ。うわ、いる。この辺いつも学校行くのに使うし、暴れられるとマジ困るんだけど。なんだか私たちを待ってるみたい。ところで、天田はどうした？ああ、なんか部屋にいなかったんすよ。シンジのやつ遅いな。あの、急いだ方がいいと思います。もうすぐ動き出しそうな気配です。仕方ない。突入メンバーはこの中から選ぶことにしよう。決まったらすぐに向かうぞ。今のは、はあ、
ンダム放つぞ。決めてやる。この相手の解析を進めますか。なるほど、こうなっていたんですね。今ならこの敵は解析済みですね。やらなきゃ。ペルソナ、攻撃タイプ力自慢のようです。見かけに惑わされないでください。どうする。この状況ならペンテスレア、引き金を負けない敵味方を問わない、運任せの攻撃、もはや攻撃なのか。ピクシー、エネルギア、今ならいけそうです。最高出力であります。この一手で出ろ、ペンテスレア。この場面なら、ペルソナ！すまなかった。ここは…ペルソナ！敵の陣形が崩れます。行こう。このルーレット、何かとても嫌な予感がします。決めてやる。次はイオ。Bye.
やっぱ2体で来られると気分的にしんどいな。今回はストレガを名乗る2名の妨害はなかったでありますね。ナビ役を抑えてるからね、先回りできなくなったのかも。でも無事に終わってよかったよね。結局荒垣先輩間に合わなかったし、あと天田くんも理事長も喜んでましたよ。問題ないので先に帰るそうです。山岸、二人の居場所は？すみません、まだはっきりとは。ひとまずは寮に戻ろう。おい秋彦、聞いてるのか？今日は10月4日だったな。そうですけど。先に戻っててくれ。俺は二人を探してから戻る。あ、ちょっと先輩、どうしたんだろう。秋彦、約束通り来てくれましたね。なぜ呼んだか分かりますか？作戦を放ってまで来てるわけだから分かってるんだよね。ちょうど2年前の今日、10月4日、あの日、僕の母さんはここで死んだんだ。死因は交通事故ってなってるけど、あれは事故じゃない。僕は見てた。母さんは殺されたんだ。お前が殺したんだ。いいことなんて一個もなかった。生きてくなんて辛いだけだった。周りだってそういう扱いさ、どこに行ってもかわいそうってさ、いる意味がないんだ。死んじゃおうって思った時もあるけど、このまま母さんに会うなんてできない。だから決めたんだ、お前を見つけるまで生きてようって。あの日のこと思い出したくもないって言ってたろ。だから今日が満月って分かった時、お前を呼ぼうって決めたんだ。今日は母さんがついてる。自分のしたことを思い出させてやる。僕がお前を殺してやる。分かった。まだ誰も戻ってないんだ。つか真田さん、様子変だったよな。今日はどうなってんだ？10月4日ってなんかの日だっけか。10月4日しまった。作戦に気を取られすぎて思い至らなかった。今日は天田の母親の命日だ。命日？山岸、急いで荒垣と天田の居場所を突き止めてくれ。二人一緒にいる可能性がある。明彦も多分そう気づいたんだ。天田の母親が命を落としたのは、本当は過去の私たちが原因なんだ。え？2年前、イレギュラーで街に出たシャドウを撃ちに行った時のことだ。ペルソナを得たばかりの荒垣に軽い力の暴走が起きたんだ。敵を追うのに気を取られていたとはいえ、民家が巻き込まれてしまってな。
運悪く一人だけ犠牲者が出てしまった。それが天田の母親なんだ。そんな本当なんすか？じゃあ天田君にとって新垣先輩は？天田は自ら志願して仲間に加わった。しかし今にして思えば。見つかりました、辰巳ポートアイランドです。二人一緒です。それと近くにもう一つ反応が。秋彦か？待ってください、この反応は違います。これはストレガです。まずくねえか？最悪だ。先輩、追っかけよう。やれよ、抵抗はしねえ。お前の言った通りだ。俺は仲間と離れたのも、薬で力を抑えたのも、要はそのためだったけど無駄だった。体が忘れねえんだ。気がつけばここへ来ちまう。見たくもねえ場所なのにな。俺のやったことだ、報いは受けるさ。だが一つだけ忠告がある。忠告？こんな俺の命でも奪えばお前は俺と同じ重みを背負うことになる。そいつだけは覚悟してくれ。なんだよそれ、命乞いってこと？今は憎しみしかなくても、いつか必ず背負っちまう。ふざけるな、そんなの背負うもんか！まったくその通りですよ。そんなもの背負うはずがない。彼の行いは復讐なのです。殺されたのですから殺してもいいはずでしょう。捜査？何の用だ？仲間が一人欠けてしまったのでね。しかしこのまま放置するわけにもいきません。恐れる必要はありません。これは通過点に過ぎない。あなた方は救われるのです。だと？おや、自分を殺そうとする少年をかばうとは。ああそうでした。復讐などなくてもどのみちあなたは死ぬ運命。どういうことだよ。ペルソナの抑制に薬を使い出してもう随分と経つはずです。あなたはもう長くない。適当言ってんじゃねえ。自分の体のことでしょう。分かっているはずです。どういうこと？勝手に死んじゃうっていうのか？僕が何もしなくても勝手に。そんなのありかよ。それなら僕は今まで何を。死が何によってもたらされるかなどどうでもいいことでしょう。少年、君からは彼とは別の意味で生きている匂いがしない。
彼を殺した後で自分も死ぬ気だったのでしょう。浜田、お前タイミングが少し前後するだけのことです。どの道二人とも死ぬのですから、私が今確実に息の根を止めてあげましょう。ふざけるな。嘘だ。では遺言の代わりに聞いておきましょう。千鳥と似た情報の使い手が君らの中に一人いるはずですね。あなた方の方が情報が早くてね、シャドウを守ることができないのです。教えてください、誰なのか。言わないとほら傷がどんどん悪化していきますよ。どうしたのです？教えてもらえませんか？それとももう口が聞けませんか？そんなやつですか？ああ、本当だよ。それができるから、だから僕は子供でも戦いに加えてもらったんだ。何言ってる。うわ。お静かに。あなたには聞いていません。僕の復讐はもう終わったんだ。もうここにいる理由だって、もうこれ以上戦ったって。なるほど、君は十分に生きたというわけですね。素晴らしい覚悟だ。君を先にしましょう。楽におなりなさい。母さん。したと言うんです？この子供を救ってあなたに何か得が？シンジ！お仲間ですか。水を差すとは興ざめなこと。シンジ！おい、しっかりしろ。有垣先輩！新垣さん！そう。なんて顔だ。せっかく望みが叶うってのによ。憎しみをすぐに捨てなくて、力にすりゃいい。まだガキなんだから、こっからだろ。これからはてめえのために生きろ。そんな、僕は。アキ、こいつを
あ、これでいい。Ah!